動画をご覧の皆さん、こんにちは。今日紹介するおもちゃは、仮面ライダーガイム、アームズウェポン03、武道流砲です。早速中身を取り出してみたいと思います。この紫の部分がクリアパーツになっていて中が透けて見えます。綺麗ですね。なんていうかジブリでいうオウムの目みたいになってます。銃口をよく見てみると、なんとこれブドウのモチーフなんですね。なんかもうデザインに隙がない感じですよね。すごく洗練されていると思います。ブドウ流砲は単4電池を使用します。電源スイッチはここにあります。電源を入れると、ここが赤く光ります。ブドウ流砲の遊び方は、このトリガーを引くことにより銃撃音が鳴ります。そして銃撃音が鳴った後、着弾音が鳴ります。ちょっと一回やってみます。トリガーを引く。こんな感じですね。2発撃つと、こんな感じですね。着弾音は最大5発までなります。シンプルですが面白いですね。今までのアームズウェポン同様にスペシャル攻撃の音が鳴ります。ここにあるレバーを引くことにより待機音が鳴ります。そしてここの LED が光ります。で、待機音が鳴っている間にトリガーを引くとスペシャル攻撃音が鳴り、 LED が光ります。ちょっとやってみたいと思います。こんな感じですね。もう一回やってみましょうか。普通に持ってやる場合こういう感じですよね。というわけで今回のアームズウェポン03武道流砲のレビューいかがだったでしょうか。ギミック自体はすごくシンプルなんですけども、このデザインがすごく可愛いですね。次回のおもちゃレビューは、デラックススイカロックシードをレビューしたいと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。乙葉でした。